あれかな、あの木のあたりですね、おそらくね。こじんまりと一人でしょ、こっちか、これです。これがね、ちょっと横から見たら薄っぺらいんですけども、正面から見るとこんな感じになってあるっていう、これが三千人塚と呼ばれている塚でございます。赤いのは今デジカメの赤外線が照射されております。一応ライトつけましょうか、その方が見やすい。ただ住宅地だから不審者でしかないので、見えないか、えのきが高い三千人塚って書かれてますね。これがだからえのきの木ですね。三千人塚のやつ、府中の名木百選、3000もいたら一人ぐらいチラッと出てこないかな。はい、じゃあこの説明書きをちょっと読もうかと思います。あれ、今度はライトが抜けなくなった、抜けた。はい、じゃあ三千人塚、このね横向きなんで細長い感じになってますけど、これがそうですね。一応上に屋根があってね、雨風にさらされないように守られてますけども、はい、三千人塚は江戸時代の志士武蔵名勝、図会などにも紹介されて由緒ある塚ですと。塚の上には多摩地区最古となる建康元年1256年の板碑が建てられてあり、板碑の立つ丘として昔から注目されていました。だからこのね、平べったいやつ、これ板碑なんですけども、これが1256年のものだと。でこの多摩地区で一番古いそうです。まあ他の地区だともっと古いのがあるんでしょうね。で、昭和30年に地元の郷土史家によってこの塚の西側が発掘調査され、鎌倉時代から南北朝の造骨器、まあ骨壺的なものですね、が4個出土していると。屋根がついているのか。そうですね、ついてますね。西側だから、こっちの方向かな、骨壺的なのが出てると。で平成17年に学術調査を行ったところ、塚の東側、こっち側ですね、側から石にお経を文字を写した、歴石経が大量に出土したと。でこの調査によって現在の塚の高まり、これがね塚なんでちょっと高くなってるんですよ、ちょっとだけ高くなってる、グラウンドレベルではないっていう、グラウンドレベルではない。でその塚の高まりが元寇3年1333年の武威ガールの合戦で亡くなった3000人の戦死者を埋葬したという伝承とは関係がなく、江戸時代に使われたものであることが分かったと。でじゃあこれ何かって言ったら、三千人塚は関係がなく W、 そうです、もうねこれちゃんとね関係がなくってねガツ書いてあるんですよ。で三千人塚は江戸時代から室町時代の在地の有力者一族による小さな塚、まあ墓ですね、の点在した場所が江戸時代に信仰の対象となって、地元の文化だとして、まあ、親しまれてきた場所だということだそうです。責任取って取らないよ。それがねこの三千人塚ですね。周りが本当に住宅地、住宅地の中にポツンと立つ石碑、このね柵をね、柵じゃねえ、板碑をね正面から取りたいんだけど、そうするとこのちょっと盛り上がった塚の部分に足をかけないといけなくなってね、困ったもんだっていう。そうですね、大切にされてますね。いいよ、良くないよ。一応塚なんで、これしかも、ね、塚のこっち西側だからね、骨壺見つかってる方だから。
だからこの近くのアパート、例えばそこのアパートとか、そこのアパートとか、その辺の人はね、あの金縛りになったりとかね、落ち武者は見てるんでしょうね、関係なく。写真は撮らないのですか？写真、あ、撮ってます撮ってます。あのね、もう5年も前のクソコンデジを使って撮ってます。子供とか乗っちゃったりしてそうですね。まあ一応ね、3000人ホームタっていうのと、ホームタじゃないな、トムラタっていうのとは関係なく、一応有力者一族の塚、まあ墓ではあることは確かなので、あんまりね無法なことはなかなかできない感じですね。遊び場じゃないと思いますよ。ただのここアパートの駐車場で、そっちがそっちのアパートの駐車場なんで、駐車場ちょっと駐車場の合間にあるような雰囲気ですね。全然なんか今日は着いた、したライトが刺さんないなと困ってます。不合格となった。ちょっと今日はなんかいろいろ手間取ってんな。よいしょ。あー、ダメだ、全然安定しない。こんな感じで塚があるんですけども、このねブロックがね細くて上に、ね、三脚乗せられなくて、そんなわけでこれが3000人塚と呼ばれている武梅ヶ浦の合戦で、ああそこ一応あれですね、あの榊とか立てる、筒みたいなのありますね。3000人亡くなったのを弔ったと言われていたりいなかったりする痛みです。あーっと読み方は分からない、ゆずりはさんでいいのかな。どうも、はじめまして。どうもどうも。どっちかというとこのえのきの方がね、なんか上になってるっぽいですね、この辺だとね。なんせここにね、これちょっと光反射で読めないですけど、えのきが高い3000人塚って書かれてますからね。あー、星野君こんばんは。名前戻しちゃったのね、なんかよくわからん名前にしてたのに。ネコマネコさん、えのき、えのきの木ですね。戦慄ナイトさん、ツイキャスでは反映されないらしいですよ。じゃあちゃんと反映させてから来てよ。今度はチェリーにして。あ、そうですね、ちゃんとね名は体を表すでやってもらわないと。はい、とりあえずね、星野くんが来たところで3000人塚でございました。ミナアットミーナさん、キャスの設定画面で情報を更新やると反映されるよ。ネコマネコさん、めっちゃ親切に教えてくれてるよ。アーフロさんこんばんは、ケーキありがとうございます。最近フロさんもよく来てくれるな。はい、そんなわけで3000人塚が終わったので、まあ、次の場所にまた歩いて移動したいと思います。温泉